動画を始めるよ。こんにちは。今日の動画はですね、ダブル技研株式会社のマッチマウスの紹介をしたいと思います。お願いします。こちらにつく、これがマッチマウスなんですけれども、マッチにはスティックがついておりまして、ここをコネコネと回しますとマウスの代わりになるものですね。で、USB をですね、パソコンに差し込みまして使っていきます。そしたらじゃあやってみたいと思います。こちらのマッチはですね、こうやって動いていくんですけれども、これ手でやったりですね、口でくわえたりすることができるもので、ちょっと開いてみる。1回押し込むことでクリックになります。今プラザのホームページが開かれたんですけれども、このようにですね、動いているの分かりますかね。動いていきます。で、1回押すとクリックになります。こちらのスティックをですね、押し込むとこうやって電子音が鳴ってきます。で、こちらですね、1回鳴ると右クリックになります。2回鳴らしますとドラッグになります。で、次は3回鳴らすとスクロールをすることができるようになります。4回鳴らしてみます。4回でダブルクリックでファイルが開きます。はい、こちらアームを調整しまして、寝た時口元につければお口でマウスを操作できますし、指でもできるんですけれども、ベッド上でも座った姿勢でもパソコンが操作できる障害のある方用のマウスになります。はい、ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。